夜に向かって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる。涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて冬枯れの街路樹に風がなく、あの赤レンガの停車場で二度と帰らない、誰かを待ってる。今宵涙こらえて奏でるアンセルネイ、今も忘れない恋の歌。雪をもう一度だけこの時もちょセブレイ、一人泣き濡れた夜にホワイトラーフ、聖なるカヌネが響く頃に最果ての街並みを夢に見る。天使が空から降りてきて春が来る前に微笑みをくれた。心折れないように負けないようにロンリネス、白い恋人が待っている。だから夢と希望を胸に抱いてホエバネス、辛い毎日がやがてホワイトラー、今宵涙こらえて奏でる愛のセレナイ、今も忘れない恋の歌。せめてもう一度だけこのためだけセレブレイ、一人泣き濡れた冬にホワイトラー、永遠のホワイトラー、マイラー。ただ会いたくてもう切なくて恋しくて涙。はい、こんばんは。今夜はね、桑田さんの白い恋人たちございました。今の季節にぴったりだね。2019年12月9日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。今日は早くてよかったね。さて、今日も YouTube ライブやりましょうかね。でもね、はい、やりましょうね。YouTube ライブやりましょうか。勝彦の生存確認ね。勝彦の生存確認。2019年12月9日月曜日ね。遠く、どこまでも遠く流れる川で、暮れかかる空にあなた思い、今日も待っています。愛しい人よ、私は歌う専門の言葉、願いを込めて、遠い昔のおとぎ話の恋のよに、どれだけ待てばいいのですか。続かぬ愛よ、二人の定め、白
らの川は淡い夢を乗せて流れていくようで、会えぬ辛さを語れぬ日々よ、私は思う。せめてこの髪があなたのもとへ伸びるくらいになれと、愛しい人よ、帰らぬ人よ、私の愛を遮るものは深く冷たいこの川の流れだけなのでしょうか。どれだけ待てばいいのですか。続かぬ愛を二人の定め、白の川は淡い夢を乗せて流れていくようで。はい、こんばんは。今夜はね、バンギの川を歌いました。2019年12月の9日月曜日の生存確認です。今夜はね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。どうも、滝川さん、どうもね。せいさん、どうもね。ゆうさん、どうも、こんばんは。今日早くよかった。さて、今日のお夜食よかい。今日もお腹ぺこぺこだ。今日早くよかったね。今日のお夜食。今夜はサーモンの切り落としね。サーモンとこの生揚げ、相模屋の生揚げをね、これはソテーして、ソテー、これはソテー、ソテーしてくれて、それとね、今夜は熱燗飲もうか、ね、サーモンにね、熱燗ね。ちょうどいい。もう2号にしとこうかな。はい、じゃあ返してきます。でもね、どうもこんばんは。悪いですかね、ごめんなさいね。
生揚げのソテーでしょ。生揚げのソテーね。生揚げ。生揚げのソテーとサーモンです。お皿持ってこうか。こんな感じで使いこうか。はい、行こう。じゃあこんな感じは、はい。本日も扱いします。扱いこう。はい、じゃあこんな感じで扱いに生揚げのソテーとサーモンです。どうも。クイクですけど、あ、今日配信が悪いかな。こんばんは。だろ、わかんない。 Wi-Fi は強いになってんだけどね。なんだろうな。え、ちょっと回線変えてみ、ん、こんばんは。どうだったかな。どうかな。こんばんは。よくなった。なんだかな。うん。まあよくないかしょうがないか。まあローカルの録画してっかな。まあしょうがないね。回線の問題かな。まあそれともパソコン。まあこれでいいや。わかった。よし。いいね、ごめんなさいね。テスト。打てるね。ああ、まあいいや。強くなると思う。ごめんなさい。じゃあ行こうか、今日は。明日行こうか。はい、こんばんは。はい、神崎。はい、乾杯。そんなことないよな。どうやろ、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 うまい。じゃあサーモン300円ぐらいかかる切り落としね。サーモンの切り落とし。全部入れちゃう。サーモン全部入れちゃう。サーモンの切り落としです。面だよな、刺身が。ちょっと不安定かな、回線ね。やり直そうか、ちょっとね、やり直そう、ちょっと一回落とす。パソコン再起動してみようか、ちょっとね。再起動してみる、パソコン。ちょっとね、再起動するね、パソコンね。その間に食いながら。まあ、ローカルのアズアップするからさ。そう、サーモンの切り落としの刺身です。うん、
かしてな。あ、向こうか、やっぱり。まあいいや。慎重になってんだ。葛飾生存確認。2019年12月の9日月曜日。やり直し、開始。どうも。どうかな。ちょっと再起動してみました。今日はサーモンの刺身で、生揚げ。生揚げはさ、四角く切ったやつに小麦粉まぶして、ソテーして、醤油かけたやつ。もう2本目。じゃあ、今日も2本でやめとこうね。2本目返してきます。よかった。今日飲んでまだこのパック空きがあるね。多分明日で開いちゃうと思うけどね。今これでおしまい。じゃあ、ちょっと返してきます。あ、どうも。おう、今日は正確さん、どうもね。今日も熱燗と、さっきもやったけどさ、生揚げのソテーとサーモンの切り落としの刺身です。こんな感じで、ね、ちょっと2本目返していきます。よかった。治ったかな？状態悪かった。再起動してみた。うまい。今日早かった。月曜日と揃わないこと多いから早いんだよね。仕事始めてさ、意外とね。パンと紙とかが結構揃わないことあるんでさ、原稿とかさ、意外と早いんで、早い時あるんでしょ？仕事始めて。コタさん、どうもね。生揚げの。いつもあれ、相模屋のやつも4等分にして、あれ、小麦粉つけてソテーしたやつに醤油かけて。歯ごたえがいいの、これ。食感がないよ、これ。中の豆腐部分がふわっとしてね、うまいんだ、これ。サーモンの刺身、切り落とし。マー君、どうもね。カルタラちゃん、どうもね。エクさん、どうも。コタさん、どうもね。エクさん、どうも。そうなんだ、好みの問題ね。僕は好きよ、これね。好みの問題。僕はこれ好きだ。これが好き、これ。スーパーだよ。スーパーで買ってきました。これはね、これ形成ストアが1枚の、昨日、ジブリ形成で出た。普通にスーパーに売ってますね。今日も買ってきた。今日も早かったからスーパー。また今度ね、明日以降をね。こたらこれ、サーモンの刺身、切り落とし。
いわゆるね、最近閉店期間10時になったのね。昨日早かったね、休みだったからね。ええのか、でもね、警察はね。今日はね、あれ、今日はこれ、サーモンの切り落としはさ、そこビッグ A、早かったんでビッグ A で買ってきた。ビッグ A でね。ちょっとね、もう2本目いいかな。2本目、2本目持ってくる。今日はこれでおしまいよ、2本目。寒いときは熱燗がいいね。今日びっくり言ったからさ、冷たい炭酸系買おうと思ったけど、やっぱ買う気がしなかった。買いやめた。たまには飲みたくなるけどな、冬場でもね。で、糖だろうってあんまり。返せ、わかんない、僕は。その方僕は YouTuber じゃないからさ、ファンの生存確認なんで。そんなこと大したことしないから僕はね。停電は大丈夫よ。あ、チーンさんどうもね。サーモン切り落とし。ありがとうね。はい、どうした？ローカルで録画してっからさ、途中ならローカルからずっとやってますんでね。サーモンおしまい、あと生揚げだ。生揚げのソテー。相模屋。多分、キリンさんとでも安いから書いてあったかも。そうだ、やっぱり、ね、キリギさんの養殖だから安かったんだね、これね。の、サーモントラウト。キリギさん養殖ですね。で、まあ、食用。今年だったから、1パックで260円ぐらいか。まあ、税込みで300円ぐらいなので、ね。ありがとうね、交渉かね。人参じゃないよ、サーモンって書いてあったよ、サーモン。サーモンね、これが選べるよ、サーモンって書いてあるでしょ。サーモン。で、生揚げ。生揚げのソテー。あ、うめえ。そうだね。パンたくさんともうちょっと時間かかっちゃうからさ、同じなんだよね。でも伊集院さんのラジオ面白いな。電車の中でラジコのさ、タイムフリーで聞くとね、面白いね、朝の伊集院光とラジオとって。今 TBS ラジオ本当面白いな、朝く平日の午前中がね。本当面白いよ。にはね、野菜室もあるからさ、でかいキャベツまだ食べ方があるとかさ、そういうのも入ってるし。今日は早く強かったね。
多分これは明日あるよ。明日は多分開いちゃうね。うん。電話あるよ、電話は。うん。電話ありますよ。ずっとシートで電話、最後。うまかった。美味しくいただきました。あ、ルーズベルトさんどうも。本の話わざわざするもんないって言ったら読書なんかそんなもん。読みたい本を各自読んでればいいんだよ。わざわざ本の話なんかすることじゃねえからなもん。自分で思ってればいいんですよ、読んで。ラジオはさ、公の電波でやってるからいいんだよ、あのね。その差だよ。読書とラジオの違いはね、分かんないとダメだよ、あんなの。個人でやる楽しみもんか、公共の放送かで違うんだからさ。読んでますよ、読んでるけど、わざわざ言うだろ、そういうの。わざわざ読んだこと言わねえよ、そんなの。はついてないよ、じゃあこれでおしまいよ、まあ、音消したから大丈夫、もうかかってるかもしれないけどね、音消音してあるから大丈夫、うちの電話機は音消すことできんね、かかってきて分かんないから大丈夫よ、音消してあるんで、かかってきたところで音消してあるから分かんないの大丈夫。今週は今日と明日あたりかな、明日あたってか。天気悪いみたいね。あとは予報だよ、今天気良さそうだね。うん、よかったよかった。今週は14、15が休み予定なんだよ、土日ね。予定通り休みだったらテントワーク行こう。テントワーク。ああ、テントワークたまんないね。テントワーク行こうね。一応ね、向こうの町屋の冷凍庫の中にね、山に持ってくね、食材冷凍したんだよね。もう、ずいぶん、鶏皮湯がいて、もう、あれ、ちっちゃい袋に入れてさ、冷凍して、あと、その肝とかさ、もうずいぶん、しばらく行けてねえからな。うん、あれ持ってく、もう用意してあんの。山用にね、もう冷凍してあんの、あれ。山で炙って食おうと思って、その肝と鶏皮がね、でもずいぶん、休みだって、そこそこ天気だと行こうと思います。楽しみだ。鶏皮ね、うん、まあ冷凍したからね、悪くはなんだけどね。うん、今度山行くと、そういう鶏皮とつなぎもをね、炙っていこうかなと思ってる。家じゃ貼れないよ、小さいな。大丈夫よ。うん、鳥は安いんだよ、鳥が。特にさ、象物系鳥皮とかさ、角肝ってすげえ安いんだ、あれ。100g 100円しないんだもんな。うん。ほんと安い。でもね、一泊しようと思う。うん。行けたらね。そうなんだ。あ、ケントクさんが競馬のプロさん、名前変えるからわかんねえな、まあしょうがないね。うん、なんか島なんだろうな、年齢してもまあ。でも別にいたらではそれやつは関係ない僕は。まあもう10年以上製造確認やってからさ、いろいろ来るからさ、別に適当に流してますんで大丈夫よ、僕は。うん、この無料ライブ配信できる限りやりますんで、僕はね。できる限りは。製造確認の一環でやってます。ね。製造
書くのいいか。でも何かでも47か、早いもんだ。そうね、うん。体は大丈夫よ。うん、おつむも大丈夫。人間どっか行かないよ。うん、人間どっか行かない、うん。年に1回職場の健康診断があるんで、それで、そんぐらいで。腸はこんで終わろうかな。うまかった腸はね、サーモンと、あれ、生揚げのソテー。うまかった。これいいよね、生揚げのソテー。最高のと、相模屋の生揚げ好きや、あれ、ほんと。相模屋の。ほんと食感がうまいよ、ほんと食感。このこういう食感好きや、あれ。焼いたりソテーするとさ、炙ったりするとさ、上の部分がさ、カリッとなって、中が、あの食感がたまんないよね、あれで。最高。和牛の油が霜降りの肉食うよりも、こっちの方が好きかもしれない。な、相模屋の生揚げのソテーの方が、うまいやん。ありがとう、数えてくれてね、どうもね。アル中じゃありませんよ。信じないで、性格さん、あれ。コメントってる人多いからさ、アル中じゃありませんよ、僕は。飲むのは仕事から帰ってからだけだからね。あと休みの日だけ。そんだけよ。うん、昼間は普通に仕事してますからね。うん、そうよ、生揚げ大好き、あれ。お前、ってか、相模屋の生揚げ。食感がほんとうまいよ、ほんと。100円前後で売ってる、買えるしね、あれ。相模屋の生揚げ最高。変な出てきた。ネットの世界はしょうがないよ。それも楽しめないと。ネットはインターネットやるからにはさ、ね。なりすましとか嘘を書くの多いからさ。まあそういうもんとも楽しめないとダメだよ、インターネットは。それも踏まえてネット、インターネットを楽しんでくださいね。そういうもんだからさ。あれ気じゃない僕の、飲むのは仕事から帰ってからだけだもん。仕事から帰ってからと、あれ、休みの日だけ。うん。あとちゃんと普通に仕事してるもんね。もう嘘はつかないよ、嘘は。それは多少は嘘はつく人間だもんね。よかった。今日早かったからね。びっくりで、もう2リットルパック買ったけどね。まだもう一気に1分ぐらいある。今日はこの辺でおやすみなさい。飲酒じゃ嘘ついてないよ。で、おやすみね。今日みんなありがとうね。おやすみなさい。ね、また明日。最初回線悪くてさ、途切れちゃったけどね。もうね、大丈夫ね。ローカルダップすんで、ね、またね。また明日ね。じゃあ、この辺で。また明日。はい、終わりました。もう早くどうかだね。あれ、なんと最近ちょっと不安だ。意外、しかも最初はね、あれ。ネクストモバイルの Wi-Fi だったんだよね。昨日はすんなり行ったんだけど、今日なんか不安定だったね。うん、いや、よかった。やり直したらなんとかできて。最後はこの歌で終わろうか。今日はね、この歌で行こうか。最後の歌は。我が人生に悔いなし。裕次郎の。我が人生に悔いなしで終わろうかな。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯をたった一
一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない。このように歌があればこそこらえた涙、幾たびか親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ。右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうとうつつだろうと我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。ではまた。